ばんはか。ちょっとお腹が空きましたので、お腹空いたからなんか食べたい。さんが今からチヂミを作るらしいのでつまみ食いをします。待ってる間に、ドゥームズデイやっていきたいと思います。皆さんどうですか。すみ、私さチャプター7の9で一生止まってるんですけど、なんか倒せなくてねえ勝てないですけど、なんかずっとまだ戦力が足りないってことですよね。普通にね、あのさあれですよ、歩きながら倒しに行くやつ、ゾンビ攻撃レーダー基地のイベントってとこをして倒しに行くやつ、非常に不利って出てきちゃう。あのなんか竜みたいなやつに倒しに行くやつが全然、レーダー基地でイベントを10回クリアするってやつ、戦力不足ってことだよね。ずっとここで止まっちゃってます。何メインは誰使ってるんだっけ。キャサリンとシンシア、シンシアに私課金しちゃいました。ピエン、なんかキャサリンはめっちゃ お買い得だと思う。160円ぐらいで買えましたよ。あとはリアム・マクファデン、勇敢なヒーローをメインで使ってるかな私は。どうそれ。課金してたの見てた。バレた？課金しちゃった普通に。でもシンシアは高かった。1000じゃない800円くらいしたかな。高いよね。あと何やったらいいんだこれ、チャプター進めなかったら何したらいいの。資源大事だ、慣れ前は収集に出ましょう。わかりました。キャサリンはマジでお買い得です。なんかそんなあんま推奨したらいいかわかんないけど、ヒーローのレベルどうやってヒーローのレベル上げんの。とにかく戦って経験値上げればいいのか。右下にヒーローあります。ヒーローのレベルだよね。どこで上げるのレベルって。本部レベル、本部のレベルね。待って久々に戦ってみる。本部のレベル上げってどうやってやるの。ちょっと戦ってみるか。
めちゃめちゃやり方わかんないんだけど、本当に。どうやったら本部のレベル上げられるの？どうしたらいいの？本部触ってレベルアップってとこがなかったら？ないことはない？ちょっと待ってね。これか、レベルアップってやるとなんかたらい回しにされるんだよね。いや、ちょっと待ってね。どうしたらいいの？これは あるよ、レベルアップ。でもそうすると同盟センターに連れてかれるの。今度車両なんとかに連れてかれる。なるほどね。まず同盟センターを上げないと本部を上げられない。理解理解。そう、同盟センターに連れてかれる。そっちを先にどうぞみたいにされる。だからつまりそういうこと。だよね。車両だよね。はいはいはい。理解理解。もうとにかくさ、こうやってどんどんできることをやってって。でも私もっていうか、こういうゲーム嫌いじゃないかも。なんかこのコツコツ型の、なんか一生押せるボタンどこかにあるじゃないですか。だからなんか嫌いじゃないなってなりました。わかる？なんかそう、一生やることあるというか、なんか気づいたら時間過ぎる系のゲームじゃないですか、これって。舞台は今1しか作れない。舞台って何？なんでそんないつの間にめっちゃ詳しくなってんの？すごい勉強家。勉強家でしょ。私昨日4時半とかまでやっちゃいましたよ。気づいたら4時半とか5時ぐらいまでなってて、普通に眠かった今日。からやってももう遅い。まだ昨日始まったばっかりだよ。全然遅くないですよ。しかも同盟のメンバーが今40マックスなんですけど、39人になってるよ。すごい、イエーイ、ありがとうみんな。じゃあマネージャーさんから
連絡来たよ。シナピー勇者カーハだねって。本当か知らないですけど、私をやる気にさせたいからそうやって言ってるのかもしれないですけど、別に詳しい数字とか聞いたわけじゃないけど、優勝クーフじゃーんって、いやみんなに言ってるかもしれない全然ありえるけど、私はそれで調子乗ったので めっちゃやる気出ました。もう手のひらで転がされてます、マネージャーに。え、本当ですかって言ってえ、今トップとか見れんの？どこで見れんの？トップなの？え、戦力見た感じ冬の時点では一番だった。嬉しい、ガゼンやる気出た。ちゃんが吠えてる転がしやすい人で助かる。同盟の研究、あ、同盟人数を増やせるやつ、同盟の研究、同盟の研究、同盟の研究とはどこにあるのかしら。朝は近くにいたのに急にお引っ越しされてて探しました。え、私お引っ越ししてたかしら、そうだったかしら、知らないうちにお引っ越ししたのかしら。なんかさ、あと建設ってとこがずっとさ赤くなっててさ、私お引越ししてた？なんかこれ建設できないんだけど、なんか赤くなってるところ、領地、特殊な建物を自電波トラップ建設って出てくるんですけど、超電動高速エンジンを搭載し表面振動を引き起こし地下深部へと超音波を伝える、振動感度の高い巨大ゾンビを地中から誘い出して動的フレームの構造物に閉じ込め、生存者が協力して攻撃を行い、なんとかにすることができる。で、建設できないんですよ、これ。空き地がないから。これ何のことを言ってるの？この行動は空き地でしか使えません。周りに他のものがないことを確認してください。何それ？みたいなね。ちょっと何言ってるか分かりませんけど。ちょっとわからないので一回それはもういいとして、あとさ、すぐこいつら寝るじゃん訓練の。寝ないでほしいよね、本当に。もう縮み、うん、でもそれいいか。何する、ラー油か。ラー油、おいしそう。縮み、醤油か、ポン酢でいい、ポン酢なんでもいいよ。どっちがいい、ラー油か、なんかちょっと辛い方が美味しいんじゃない、チヂミなら。ラー油と醤油とか。戦いに行くのはこれか。ちょっといつもさ、ほぼ互角で負けるんだよね。一回戦いに行ってみよう。私はゲームはちょっとハマるとあれなんですよ、オートにしてやろう。
そう、ハマるとね、すごい頑張るタイプなので。マイちゃん、おいで、マイちゃんおいで。そうなんだ。ほぼ互角、余裕で負けるんだよね、私。ほら、もう負けそうだ。あー、こりゃ負ける。あー、負けるよ。頑張れ頑張れ頑張れ。お、勝てそう。お、初めて勝った。昨日ずっと負けてたのに。やった、勝った。嬉しい。多分少し不利とか絶対勝てないよね。でもめっちゃランクアップできそう。今レベルアップさせてます、ヒーローを。にゃんとさん、私オートでやってる。この赤青黄色リーダースキルなんとかをさ、これどっから優先的にレベル上げした方がいいの？おいでマジ。来ない。同盟の加入方法はいまいちわかんない。皆さん、じゃあ箸どこ？お腹すいた。なに、モーション、おいでって。だからおいで、なに、おいで、モーションが来たよって。モーション、モーションが来たよ。モーション、来たの？あんたはおいしい匂いしたから来たの？モーションはおいしい匂いしたから来たんですよって。あやちゃん目当てじゃなくて食べ物目当てですよ。もうちゃんでーす。うわー、おいしそうな匂いだ。なんだ、クンクンしてます。いい匂いがします。はい、クンクンしてます。すっごいクンクンしてます。 QS55 だよね、同盟タグ。なんかわあ、美味しそう。いただきます。あっさり。もーちゃんが食べたくてしょうがないよ。ネギとね。いただきます。うん、おふめっちゃ美味しい。ペリー育てると建設の時短になる。これも美味しい、鶏の煮物みたいなやつ。いただきます。あげた？うん、あげた。むーちゃん食べる？これちょっとあげていい？ダメか。あ、それあるある、茹でた。もう友達
ちゃん用がある。中だけね、皮はダメね。皮用があるんだって。皮剥がさないと。の中中。よかったね。中ね、全部ダメ。もうかっこかも。あ、いやもんけ。美味しいねこれね。どんぐらいあげていいの？取ったんでしょまたもな。あ、やべやべやべ。やべよかったね。って目やばくない？え、やばい。痛い。必死。必死すぎだろ。うん、マジ必死。マジ必死。キュウリもある。今日もお母さんのご飯が赤いで一番おいしいね。ダメダメ。もうもーちゃん毒も下降りたな、あんたもう必死すぎて。美味しかったの？美味しかったね。美味しかったね。よしよしよし。降りる？ゲームに集中したいから降りて。はい、バイバーイ。どうしました？また来ましたね、これね。もうモナはまた来ました。何？パパのとこ行けない？働け働け。なんか気づいたらダイヤが3万1000もあるよ。ダイヤの使い道ってどこが一番いいの？何に課金したらいいの？一番何？あと何したらいいの？これ基本的には何したらいいの？なーに、もーちゃんは。じゃあおいで。あ、ほらもうね、食べたいだけなんだよ。
からモーシャンは何？ゲームしたいんだけど私。なんか挑戦ってやつやってみよう。ももちゃんが食べたくてしょうがないよ。なんかずっと匂い嗅いでる。なんか食べたいから来るの？ねえ、食べたいんでしょ。なんかダメだって言ってるでしょ。分かった？じゃあおとなしくしてる？そこでねえ、ああ、おあくびして、おあくびしたの。同盟に入れますよ。チャプター5まで進んだけど、チャプター5に進んでからの同盟への入り方、誰か教えてあげてください。お、同盟レベル9に、本部がレベル9にアップしましたよ。4でも入れるよね。篠崎さん探して申請した後、ネットのホームから申請しますだって。ゲーム内だけじゃなく、ゲーム公式ホームページ、はい、ちょっと、お、やった、戦力やった。え、花火上がった。これみんなも見れてる？シェルターを拡張しました。イエーイ、レベル10に行ったぜ本部。イエーイ。フォーム見た方が分かりやすいです。だってやったね、みんな。これみんなも関係あるでしょ、本部が。建設って何が建設できたの？どんな感じ？空き地は増えない？どうやったら増えんの？それ誰か教えて。人
たすらダイヤで解決。オッケー、任せろ。私がダイヤで解決しちゃる。なんだここ、なんか一生資材もらえる。よし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 。でもさ、なんか別にダイヤ使わなくてもさ、スピードアップ、クイック仕様、スピードアップみたいなやつ使ったらさ、いけるよね、結構。どうなの？そんなことない？弱すぎて全然だよ。ダイヤは最後の手段だよね、クイック。なんか一回さ、ダイヤ使いまくっちゃったんだけど。多分それは違ったんだろうな。楽しい。これ何？最終目標なんなん？なんなんとか言って。本部どこまで行ったら強いの？スピードアップ行けなくなったらダイヤね。イエーイ、本部11になったよ、レベル。やば、最終目標それやばい。私できることは私がやるので、みんなの、みんなは本当に課金は無理しないでください。課金は最小限で。そんなにお金を使わないでください。本心です。でも負けたくはありません。という矛盾。最小限の課金ならとりあえずキャサリン。キャサリンはほんと160円なので、あの結構おすすめなんですけど、私的に。キャサリンでしたっけ。なんか初めてのお使いみたいなやつ。シンシアもいたらかなり役立つ。なるほど。なんか切りないよね、本当にこのゲーム。一生ボタン押してるんだけど。そういうゲーム、なるほどね。今日はね、ポーカーの塾行ってきたんだ。難しかった。
なんか私今までそんなに考えてポーカーやってなくて、まあ、自分の強い時だけ打ってたんですよ。あのブラフとかもあんまり考えてなくて、ブラフできなくて、初心者だからさ、ブラフ怖くてさ、強い時だけ大きくかけてたんだけど、なんか本当そういう次元じゃないんだなってなったポーカーって。いやね、めっちゃ難しかった。シンシアがいるだけで難易度が下がるらしいです。そう、ポーカーの塾通ってます。ねえもーちゃん、左腕が重たいねんけど、あんた私の左腕を枕にして、お、来た、ほぼ互角、いけ、頑張るんだ、倒せ。やっと非常に不利からほぼ互角になったよ。行け、行くんだ。頑張れ。撃破、やっと撃破できた、気持ちいい、やった。こちらは非常に不利でしたね。ダメだったみたい。よし、また資源集めてきます。確かに仕事中仕事ふりしてやれない、横だからね。自分の家帰りたい。どうやって帰るのこれ。帰れ、帰れ、ん？近接。帰れた、帰れた。
37人か今。すごい、オンラインとか出んのこれ。え、恥ずかしいね。みんなが今ゲームやってるとか、何分前にログインしたとか見えちゃう。私戦力なんだろう。私67万だって。え、みんなすごくない？すごっ。めっちゃ戦力強いじゃん。ちょっと腕疲れたから休もう。重いから。シェルターの配置も覗かれる。恥ずかしいわ。普通にいて、なんかその他に使用してる方がいますみたいな出て、なんか N 足してったら使用してる人がいなくなったからこれにしました。少し不利なら勝てるかな。無理？いける？やってみる？行ってみようかどう。オートにしちゃってるけど、私チヂミがめっちゃ美味しい。確かにこれキムチ入ってたらもっと美味しかった。
今オートでやってみてます。頑張れ。あ、やばい、サクサク強くない？サク消されるとやばいってなる。あ、やばいやばい、頑張れ。めっちゃゾンビ来るよ一生。確かにこれキャサリンのスキルの使い方大事そう。うわ、やばい、めっちゃでかいの来た。ボスが、ボス来た、ボス。コアボス。あ、やばいやばいやばい、頑張れ頑張れ。いやー、やばいねこれね。いやー、まだ来んの？強いんだけど、めっちゃボス負けそう。あ、負けた。あ、え、キャサリンって生き返んの？あ、でも負けたなこれ。あー、負けちゃった。負けちゃった。オートにしないでやってみる。もう一回行くか。無理。キャサリンのスキルは強敵とか近距離なんですよ。ちょっと行ってみようか。どう、オートじゃなくて。ちょっと限界まで、あ、オートにしちゃってたわ。限界までキャサリンの必殺技を使わない方向性で行くのはいかが？柵で頑張ってみる。キャサリンとシンシアやってたよ。シンシア使ってるよ。うわー、なんかイノシシ強っ。え、なんか買ったんだけど。キャサリンの一発攻撃1回しか使ってないの買ったんだけど。シンシアなんて1回も使ってないよ、技。つまりオートダメってこと？なんなら柵だけでいけたよ、もはや。やめるわ、もう。だってさっきさ、全然
いないのにキャサリン使ってたもん、オートの人。とりあえず柵をうまく使うんだ。よし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 。嫌だ。柵。柵頑張れ。嫌だ。柵。柵。やばい。柵がなくなった。あとはキャサリンの近距離攻撃。いやだ、頑張って。うわ、いやだ。いやー、キャサリン。やばい。なんかでっかいの来た。これはやばい。やばい。キャサリンの必殺技。やばい、キャサリンが死んじゃう。これはまずい。柵もない。ああ、死んだ。いやー。キャサリン、ダメだ、やっぱ勝てないよ。ああ、あら、敗北しちゃいました敗北しました。そろそろお風呂に入ってこようかな。ちょっと普通に楽しんでやれてるかも。私みんなもぜひ楽しんでやっていただけると嬉しいですね。警察署の警察署のガチャでめっちゃダイヤ使ってるんだよね。いいのかな。それはそれで。ぬえちゃん私のとこにいるよ。あ、ダメなんだ。めっちゃガチャで使っちゃってたわダイヤ。ガチャはあくまでも時間短縮の最終ってことね。まあ、とりあえずコツコツボタン押すゲームって感じですかね。ね、そうか、わかりました。ちょっと引き続きまた やろうと思います。じゃあ順位読みます。13位から13位タイチャットチームナンさん、12位ピオッチさん、11位ナメコさん、10位ヤッシーさん、9位あやなのくまちゃん、あやちゃんかわいさでゾンビもうっかり人間戻っちゃうね。やったね、かわいい、ありがとう。8位ちゃんたちゃん、7位かざしたぐちむなさん、6位なおじいさん、5位ゆきちゃん、4位おげにあっとちむなさん、3位まさたしたぐちむなさん、2位あっと時計台さん、1位スーパーラビモチさんでした。55位もなちゃんくがまこぴーさんでした。ということでありがとうございました。